タッセル帝は1892年から1893年にかけてビクトール・オルタがベルギーのブリュッセル、ポール・エミール・ジャンソン通り6番地に建築した邸宅である。オルタの初期の建築の一つであり、建築にアール・ヌーボーを融合させた世界最初の例である。ブリュッセルで古典的な間取りを完全に打破した最初の住宅でもあったので現在でも抜きんでた。 作品となっている。古典的な間取りでは、玄関口は常にファサードの脇にあり長い側面廊下によって内部へと続いている。そこから一続きになった三つの部屋に入ることができる。通り側のサロン、中央の食堂、そして庭園側のベランダである。結果として、食堂はしばしば非常に薄暗かった。階段室は廊下にあるのが一般的である。オルタは、 玄関口をファサードの中央に据え、必然的に廊下は家の中軸に置き、家の中央部は光井戸に捧げた。タッセル邸はまたオルタがポルトレの原則を適用した最初の建物でもあった。タッセルはブリュッセル自由大学の教授であった。オルタは玄関に応接室を設置した。これは場合によっては書斎やクロークとしても使えるものであった。 タッセルはまた写真と映画を愛好しており、訪問客をもてなすときに、これらを映写するのが好きだった。オルタはこれも引き受け、光井戸に面した屋内、テラスを2階に準備した。ここに映写機を設置して、下の木座橋にあるスクリーンに映写できるようになっていた。タッセル邸の階段2000年に、タッセル邸は、他の3つの建築物ともに、建築家、ビクトル・オルタの 主な都市定宅群として国際連合教育科学文化機関により世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。